はいどうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、大変お待たせいたしました。ついにやっていきましょう。はい。まあ、毎日サクセスはやってるんですけれどもね。はい、チャンネル登録者数1万人いったら、天才の入部届初めて使いますと。今までのパワープロ人生でも使ったことありませんというお話をしていたと思います。はい、今回天才の入部届使って、ポジション。外野手作りたいと思います。まあね、結局ね、まあ、外野作ろうかなと。まあ、3人いるし、まあ、3つ可能性なんかあるしっていう、はい、ところで外野手を作ろうかというところでね、デッキは結局ね、僕の最強のデッキを使いたいと僕が組める。結局これでしょう。キンキンシュシュ二股デッキでございます。結局秋といえばキンキンシュシュ二股みたいなとこね、なきにしもあらずだと思うので、はい、キンキンシュシュ二股デッキでやっていこうと思います。はい、ちょっと鼻声かな。ちょっと今日なんか花粉症っぽくて、はい、秋はよく秋に花粉症になります。ヒノキとかなのかな、秋。あ、もういらない話はいいですね。今回天才の入部届ということで、はい、まあこのデッキキンキンシュシュもシュシュをね、例えば小田切に変えたりしたら送球が取れて内野手が作れるとかいろいろあるんですけど、今回は外野手で送球は捨てて、もうとにかく基礎パラメーター上げたいということで、経験値ベースで見て SG 高校でいこうと思います。で、天才の入部届ともう一つ使うのは恋愛成就の守りといったところで、まあもちろん招き猫なんかも候補にはなるんですけど、結局お守りがね一番かなとは思います。で今回、ここにも書いてありますが、ありがとうアルベルトさんということでね、もう意味わからないと思うんですけれども、もうこちら、はい、ダン、皆さん見たことありますかこちら。はい、もうね、ちょっと僕ではわけがわからないぐらい強い PSR レベル50氷上悟りということで、こちら今回天才の入部届撮影するにあたってお貸しいただきました。はい、本当にアルベルトさんありがとうございますということでね、今回いろいろな協力も得て、本気のね動画撮影となっております。なので気合い入れていきましょう。爆弾が爆発したりすることだけはちょっとやめてほしいですね。ということで恋愛成就のお守り、そしてこちらですね、天才の入部届ということで、いやーちょっとここも記念にスクショでも撮っとこうかな。よっしゃ、やっていきましょう。記念なんでね、僕も。ちょっと、あ、ちょっと待って。右投げ、右打ち、外野手、キンキン手長、ちょっともう一回だけ確かめよう。で、広角、パワーヒー、アベヒー全部取れるよね。守備職人も取れるよね。で、キンキン手長、前後3枚ずつと。悪くないでしょう。前の方がイベント少なめになっていると。悪くないでしょう。で、今回9回の頭脳イベントは基本的に進めていこうと思います。あれでアベヒーのコツもらえれば。まあ、あそこまでにアベヒーのコツ2回来てればとか。ならばちょっと考えるんですけど、やっていきましょう。ちょっと緊張しています。そしてなんかオールガードでも果たし上勝てるっていう情報をいただいて、すぐ動画、よし、じゃあもう行くしかないというところでね、動画撮っているので、はい、でいつ天才が来るかっていうのは結構大切なんだよね。はい、オールガードでも果たし上勝てるっていう情報のもとやってたりもするんで、でもまあゴーストバスターとかもやりたいし、できればミッションで一人レンジャーとかに変えれる、レンジャーバウンサーに変えれればと思うんですけど、で、初期能力。まあ、普通、もしくはちょっと悪いぐらい。ちょっと技術が足んないですね、見た感じ。で、守備が。まあ、魔術師欲しいんで割と、はい、上げたいんですけど、進むの、まあ、守備子作るかどうかっていうところもあるんで、まあ、魔術師は、まあ、最悪取れなくてもいいです、全然。はい。ちょ、鼻声かな。まあ、いつもこんな感じですよ。で、やっていきましょう。もう、前置きはいいかな、こんなもんで。で、もう、キンキンシュシュ、まあ、説明はもう、キンキンシュシュの回見てください。いっぱい動画撮ったんで。っていうところで、もう、説明とかではなく、今回は集中して、撮っていきたいと思います。はい。あと、まあ、言うところ一つ、特筆しておくことがもしあるとするならば、一つだけありましたわ。はい。思い出しました。天才の入部届使うと、どっかのタイミングでいきなり天才になるんですけど、そこまでに能力を上げておくのがいいのか、上げておかない方がいいのかっていうのは結構ね、考え方による。もしかしたら千丸つくかもしれないので、置いとく方がいいっていう考え方もありますし、逆に言うと、上げておいた方が、まあ能力って上がるにつれて必要経験値が上がっていくんで、先に上げといた方が美味しいっていう考えと2パターンあるんですけど、僕は今回は後者でいこうかなと、思います。まあ、いつ来るか分かんないんだよな、本当に。初めて使うから、僕、本当に初めて使うんで、マジで分かんないっていうところがあってですね。
まあちょっとずつ基礎パラメータ上げていこうかな。じゃあ30までとりあえず、守備以外30まで上げとくか。守備以外を30まで上げとこう。で、早く悟りを彼女にしようというところですね。あ、やばい、きっとアレルギーチックなところがあってね、まあ昔からの視聴者さんならお分かりだと思うんですけれども、でももう今日は気合い入れるためにね、気合い入れるために気合い入れてきました。はい、どうも、秋です。意味がわからないです。でもう本当に今回はちょっとさすがにもろもろいらない話とかやめていこうかなとは思っています。さすがに集中してね。で、今回目指すのは、以前、北雪登場、ホムラデッキで作った、千丸でね、動画で作ったと思うんですけど、あの外野手、まあ、ほぼオール A みたいなやつ、パワー、ミートだけちょっとだけ届かなかったんだけど、特能ももろもろ取って、なんですけど、まあ最後、パラメーターに振りたくて、阿部表、コツなしだったんですけど、取らなかったっていう選択したんで、やはりね、阿部日ないと、受走者オフの時に、打率が悪いなというところを感じたので、今回、そいつ以上になればいいかなと思っています。で、これは割と登場が変わらないか、スナイパーに。じゃあ、文化祭ありですね。文化祭行くか、評価上げるか、どっちかなんですけど。文化祭行こうかな、ここは。一回。せっちゃんの評価がね、多少ちょっと低くなりがちだと思うんで、このデッキの場合というか、まあ、PSR レベル50だと、40の時と別に PSR レベル40と初期評価は変わらないのか、変わらないけれども PSR 分だけちょっと評価高いし、もう悟りはもうピンクになっているといったところで、まあさすがにちょクリスマス彼女は間に合わないと困ると。で、あと謎にせっちゃんの評価上げすぎてせっちゃんがクリスマスに来るなんてことも避けたい。まあさすがに PSR レベル50だとそのイベントボーナスが違うと思うんで、もうてか PSR レベル50ちょっと予行練習したらよかった。どれくらい経験点くれるのか。本当に、速攻取ってます。もう、予行練習も、近々種種も本当に、2、3ヶ月ぶりぐらいに、2、3ヶ月は言い過ぎた。1ヶ月ぶりぐらいに使うし。いや、でももう、これはもう気合が入ってれば多分大丈夫だと思うんで、気合入れていきましょう。とりあえず積極もついたと。天才早えよ。あー、千丸はつかなかった。早えよ。まあ仕方ないっすね。そこは仕方ないっすね。ちょっと早かったけど。まあ、パラメータ一気に上がった感はあるな。早えな、天才の入部届。あんま変わんねえよ、能力今思うと。まあいっか。切り替えていきましょう。天才入部届、まあ、残念ながら、千丸はつかなかったと言ったところでね。まあ12ずつけどパラメータ一気に上がるってやばいことだと思うんで、実際。はい、好き好き大好きは間に合わないですね、まだ。よし、とりあえずここまで、まあ悪くない。文化祭も一回やったし。で、こっからはじゃあ、せっちゃんを基本、いたら絶対せっちゃんは追おうというところで、今左でも惜しかったな。評価も上がるし、でもまあまあ、せっちゃん追っていかないとダメだと思うんで、せっちゃん追っていって、なかったらもうデート。で、びっくりは追っていいかな、もう。あ、しかも悟りもいるし、これは追っときましょう。あー、ラブパ。せっちゃんの評価はまだまだですね。これはデートしましょうか。うわ、52か。普段だと40だっけ、あれ。SR35 だと。よし、便所を確保しといてね、ここで。ラブパ来てるから、これはせっちゃん追っといた方がいいね。せっちゃんもしくは悟りを追いましょう。あ、もうせっちゃんですね。逆境取ったっけ？取ってないっけ？これでまあ、せっちゃん評価もそれなりになってきたかな。で、維新電子もまあ別に失敗してくれても買わないです。今回も金徳とかではなく、もうとにかく、ステータス、まあ、オール A 以上。
オルエ以上と言っておこう。オルエ以上の選手にしたいです。うわ、せっちゃんまだまだだ。全然足りてないわ、せっちゃん。え、まだ、ピン、あれ、赤にすらなってないんじゃないの今だと。まあいいや。オッケー、順調順調。早めに彼女にならないと、結局デートがこなせないので、オッケーオッケー。で、ここからはじゃあもうタックとか、びっくりとかも追っていきましょうと。まあけど基本的にはデートを早く終わらせる。そして最後の方はずっとミッションしときたいというところですね。まあただね、オールガードチームなんで、どこまでミッションが勝てるのかっていうのすらも検証せずに、やる気だけで取っています。で、球界の頭脳切りません、今回は。阿部ヒノコツが安定してほしいので。はい、で、びっくりはもう基本追っていきます。で、これくらい体力減ってたら、せっちゃんデートですね。悟りはもうあと1回しか体力回復デートないのかな。で、もろもろ特能だけは、阿部ヒーパーヒ高額守備職人ぐらいは確実に取りたいですね。まあ、この4つ取れれば、あとはもういらないかな、逆に。まあ、東条いるし、田中山いるし、清本いるし、取れるでしょ。イベントもあるしね。で、そろそろ、誰がトップら辺になってくるんだ。この辺がトップランカーか。いやー、これは本当に、まあ僕、ずっとね、第1回、ぜひともですね、第1回のサクセス回ご覧になったことない方はですね、概要欄のサクセス再生リストから第1回目、ハッシュタグ1ですね、夢はオール A という回をぜひともご覧ください。はい、それからもう、200回近い。回数数えてきました。で、まあずっと小学生の時からパワープロやっていて、今までまあ千丸とか、まあ天才覚醒だなんていうのは昔のパワープロなかったのかな。忘れちゃったんですけど、この辺は。まあ、とりあえず今までオール A を作ったことがないというところで、ずっと夢はオール A というね、まあ千丸でも何でもいいからオール A 一回作りたいというテーマのもとずっとやってまいりました。はい。でね、まあ本当に惜しい回もいっぱいありました。もう動画外でもサクセスはやってますし、動画の中でも実際、まああと敏捷が2足りないと。そんなのよくありました。キンキンシュシュの回でもそんなのなんかあった気がします。はい。というところでね、今回ね、ようやくね、その夢が、叶うかもしれないし、叶わないかもしれない。わからない、それは。ただ、天才覚醒っていうのが、どれくらい強いのかもわからない。もう昔からの視聴者さんで覚えてる方いらっしゃると思うんですけど、本当の初期の頃に作った、王貞治っていうファーストの天才覚醒以来、僕はイベントの時ね、イベント用の選手作ってる時に一回は引いたんですけど、それ以外で引いたことがないです。天才覚醒を、最近は。なので本当にわからないんですけれども、どれくらい天才覚醒が強いのかとかも。わからないというか、覚えてないというか。いうところなんですけれども、頑張ってね、やっていきたいと思います。やっていきましょう。うん、コツくれねえな。よし、球界は進んでってるね。うわ、ラブパ中だから生きて、しかも進むな。だが、悟りですね。ちょ、コツ具合が良くない。コツ回収具合が良くないんで、もう、登場とか、広角パーヒー1回で潰すか、コツ。うわー、切れちゃった、ラブパ。いやー、コツ1で潰すべきかどうか。広角だったら潰そうか。進むも持ってて、進むは阿部ヒ欲しいし、守備コツとか阿部ヒの方が。広角は1回で潰そう。その作戦でいこう。パワヒは潰さない。うん、78ずつ、やべえな。さすがだわ。全然コツが来ない。うわー、しかも変な時に来た。
さあ大凶やめて、大凶やめて、マジ頼む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 、大凶やめてくれ、頼むよ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 頼む、大凶大凶、うわあ、これはもう失敗できないである、やばいぞ、これはプレッシャーかけてきやがった。むしろ今サクセス顔さんがちょっとプレッシャーをかけてきましたね今。いや今回君は失敗しちゃダメっていう、いやありがたいことですね。あ、パワヒョンも来てるんだ、ちなみにパワヒ来てるんだったら広角もいいか、置いとくか。いやもう上げても仕方ないからな、置いといていいんだよな。実際なんでこんなにどんどん上げてるのかっていうところはちょっとわからないところではある。でもまあパラメータをオール A 目指すにあたってパラメータを確認していくということは非常に大事なことだと思います。はい、なのでまあ上げてっていいか。いやこれはちょっと激アツの展開ではある。あ、ちょサボり癖やめて。あーよかった、危ね危ね危ね。そして OK、 阿部ひもとりあえず 50% オフにはできました。これでもうデートもかなり早めに消費できています。うん、流れとして悪くないですね。ただ小粒回収具合だけがちょっと渋いんですけど、まあ全然まだ大丈夫ですね。で本当は魔術師も欲しいんで、ま、隠れた才能がもうちょっと後に来てほしいですね。2回目はさて、いや僕自身ちょっと緊張してるんでね、パワーコを選ばなかった理由、まあパワーコでも正直どっちでもいいんですよ。キンキン師匠二股の場合はラブパ狙うかミッション狙うかどっちかなんで、別にどっちの方がいいどっちの方が悪いっていうのは本当なくて、どっちにしようかなって考えた時にやはり緊張した時に牙、そして誰だったっけ、虹谷君打てるのかっていうね、ちょっと今ですらもう右手震えてるんですけれども、そこが結構僕の中で結構大丈夫なのかなっていうのがあったんで今回 SG を選びました。2400いいですね。ここで2400ってちょっと叩き出したことないぐらいの数字です正直。いや叩き出したことないまではないんですけれども、割といい数値ではあります。ラブパ狙うか、タックを取るかなんですけど、ラブパを狙いたいと思います。よっしゃ勝ったー。いやしかもオッケー、バレンタインもあっての全開だ。運良すぎ打ち。うわーでもここで結局光ってないと意味ないからな。でこれオール A は行ったな、もうすでに確信し始めた。オール A は行ったんじゃないかなこれ。ついにのやつ、これデート行くか練習するか悩ましいとこだな。でも誰もいない、本当に渋い。これは練習がさすがに、もしくはこっちの初級のコツ敏捷40行くべきなのか、デート行くべきなのか。デートなー、でもやっぱデート行っとくべきですね。早めにデートこなした方がいいっていうのは結局どんだけ早めにこなしてもいつも思うんですよ、 SG の場合特に。いややっぱデートは早めにこなしとかないとといつも思うので。で左キラーはもちろん取りません。でオールガードチームで本当にどこまでできるのかと、あと言ったところで不安は正直結構ありますね。まあ、定期ミッションは全部勝たないとさすがにまずいので、負けるようなことがあるのであればもちろんカラス使います。ただもう主人公レベルも99と、なので主人公何かしら変えるっていうのは本当なくないんだよな。バウンサーもしくはレンジャーに変える、レンジャーに変えたらゴーストバスターとかおそらくほぼ全部勝てるでしょうと。バウンサーに変えれば、まあ、定期ミッションも安定するようになるし、なおかつ言うと、果たし状も勝ちやすいのかと。ただやはり、竜の卵等々のことまで考えると、やはりレンジャーが一匹欲しいところですね、間違いなく。となってくると、果たし状にこだわらずに、果たし状、まあ、こだわったとしても勝てる確率はそんな高くないんで、あれはもうマジで5割の戦いだと思うんで、となってくると、レンジャーに、主人公変えるのがいいかな。レンジャーに変えようかな。変えれるいいタイミングがあればレンジャーに変えようかな。まあもうタイミングがなければもう諦めます。ここでタック欲しかったんだよな本当は。
何かしらのコツをください。コツくれないですね。ちょっとラブパが美味しくなかった。狙えたのはいいけど、これが来て欲しかったな。でもう悟りは完走と。でせっちゃんはもう1回かなやったのかな。であとは変なタイミングで7月4週の、井戸端とかだけはやめてくれというところでね。はい、守備コツください。ここで守備コツください。守備コツ、まあ維新電子はミスってパワーヒでも全然構わないですね、この段階だと。 OK、 さてどうしていくかですね、ここから。でちょっと能力やっぱ置いとくか。守備コツが来た瞬間に一気に守備能力上げたいところはあるんで、ここはせっちゃんデートで。デートがちょっと早いかな。さっきの初級コツは言ってもよかったかもしれないですね。でもまあまだ3回あるんで大丈夫かな。まあこれからラブパ等々あればまだまだ全然大丈夫かなと思います。ちょっと微妙なのでミッションも見てみて、ミッションも全然いいのはないと。ああ、ただレーザービームコツだけは言っておきましょう。レーザービームは外野手僕必須だと思っています。ありがたい、こんなところで来てくれたの。でも森のクマ、まあレベ3だと勝てるよねといったところで、はい。まあただレーザービーム取ってオール A にならないんだったらレーザービームは取らないです。でも取ってもオール A になるんだったら絶対取りたい。てか必須かな。どうせこいつはもうどう考えても天才の入部届けせっかく使ったんでレギュラーで使いたい選手なんで、レギュラーの外野手にはレーザービーム必須でしょ。あれね、肩とかの以前にもレーザービームは欲しい。まあ一度つけてみると本当わかると思うんですけど、レーザービーム持ってる選手のね、あの外野からの返球のこう違いっていうのは本当にちょっと目を見張るものがあります。うわ、ちょっとこれ強えな。森のクマってそうなんだよ、結局難しいんだよ。森のクマはいつも思うけど結構難しいんだ森のクマは。まずいぞこれは。あー、ミスった。このミスはダメ。今のミスの仕方はダメ。あのもう金塊は捨てるか。いやもったいねえなー、捨てんの。よしよしよし。森のクマむずいんだよな。レベ3だからまだ勝てるみたいなとこあるんですけど、普通に森のクマはむずい。バウンサーなしの森のクマ、まあ、スナイパーかバウンサーどっちかいないとちょっと辛いとこある。よし、これは美味しかった普通に。また清本くんですか。100人組手の方がうまいけれども、どうしようかな。47でしょ。ガードレベルも2上がるし、どう考えてもこっちの方が美味しいか。こっち行くか。よし、これはどう考えても100人組手の方が美味しかったな。まあこれは勝てる、さすがに。クソ簡単、ガード多め編成でガード来てるから。よし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 。まあ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 。いいでしょう。早めにデートやっぱ終わらせといてよかったですね。もろもろいろいろできていくんで。まあこれは失敗するだろうな、今の守備力じゃ。もう仕方ないか。本当は魔術師持った選手にしたかったんですけど。うわー、主人公役割変更きたー。悩ましい。マジどうしよう。一人タックでしょ？で。うわ、どうしよう。レンジャーに変えるか、ガードのままにするか、バウンサーに変えるか。バウンサーに変えるか。バウンサーに変えたら本当に果たし上勝てるぞ多分。バウンサーに変えるか。いやこれ結構大きな選択だ。
オールガードでもまあ勝てなくはないけど、まあどうせこのターンそんなに美味しいもん他にないし、ミッションも含めで合宿前だということも考えると、あのタックもあんま体力減らしたくないしって考えると、これはもう行くべきで、レンジャーかバウンサーかでめっちゃ迷う。レンジャーにすればただゴーストバスターにいっぱい勝てる、竜の卵にも勝てる。いやーどうしようかな。いや果たし状が来るかどうかもわからないしな、実際置いとくっていうのもなくはない、この編成で。でもレンジャーに変えるのが一番安定は、レンジャーに変えるのが一番安定。でもそしたらレンジャーに変えちゃうと果たし状は無理になる。果たし状捨ててレンジャーにして、あと全部勝てるような編成にするのか、バウンサーにして果たし状を勝てるようにしてゴーストバスター捨てるのか、うわーどうしよう、めっちゃ悩ましいところだな。ただ本当にこれはレンジャーに変えたら絶対果たし状は絶対勝てない、自信がある。決めました、今回は100点を目指そう。バウンサーやで、ちょっと悪いタイミングできたな。これでゴーストバスターも全部勝てばいいんだよ、結局な、勝ちゃいいんだよ。よし行くぞ、よし降格も来たと。ハビヒッパーヒ降格、守備職人最終言ったら全部取れる。うわー、おー渋いな。体力を消費を減らしていこう。ちょっと渋いな練習が。これは守備コツが欲しい、守備コツ。まあ、アベヒコツでもいいけどね、全然。あと、キャッチャーコツと守備コツか。3447。まあ、悪くないでしょう。うわ、渋かった。合宿は渋かった。さあこっからミッション見ていこう。ゴーストバスター行きてー、ゴーストバスター行きて、しかも初級骨だから絶対行きたいやつだ。ゴーストバスターただ勝てるのかこの編成で。大丈夫、自分を信じて行こう。はい、ミワの以上、ミワの目黒川でした。あーマジ、無事無事無事しマジし無事まず。さあバウンサーレベル99っていうのはどれくらい強いんだ実際。そして無事無事しマジし、勝てるぞ、頑張れ頑張れ、あとちょっとだあとちょっとだ、頑張れ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 、おっしゃ勝てるぞ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 、危ねえけど勝った。よし結果オーライ、分からんけど結果オーライでしょ、すべて結果でしょ。おっしゃ、進むのびっくりは割といきたいな。ちょっと今のでまた肩の緊張がすごくなっちゃった。まあ、要人警護も美味しいけど、あーちょっと今のちょっと疲れたわ、また肩が重たくなった今ので。うわー守備コツ来ないな、まだデートも3回残ってるけ、結構残ってる気がするんで、ちょっと待って、本当に腕がめっちゃ重たいぞ、腕が重たいぞ。守備コツ頼む、守備コツだけは頼む、本当に守備コツだけは。よっしゃ、いやこれは素晴らしいね。ちょっと待って、ミッションさえミスらなければ、もう変にミスらなければいいんで、ここでもちょっと、いやちょっと待って、手が震えてきた本当に。一回体操しよう、よいしょ、椅子座ろう。うわーちょっと手震えてるこれは。いやいい感じだ、
ょっとさすがに緊張する、やばい。でもちょっと待って、なんかここで言う言葉ではないけど、こういう時こそいやいやゲームぐらいで緊張しちゃダメだってって思えるぐらいの心持ちじゃないとダメだね、やっぱり。よっしゃ、あとでもほんと言うと、こっから果たし状と竜の卵を両方成功するととんでもない選手になりますね。いやー、それにしてもゴーストバスター勝てるんだな、レンジャーなしでも。頑張りゃ頑張りゃ勝てるんだな。ゴーストバスター頑張りゃ勝てるんだなっていうのが分かっただけでも非常に良かったかなと思うけれどもね。で、爆弾とかがつくことも特になくいいんじゃないかな、本当に現状。あー、これやばいな、全員引っかかってる。おお、そしてあれ一人で弾け飛ばせるんだね、バウンサーって。ピエロ一人で倒せるんだ、いいね。よし、カラス持ってるぞ。まだ竜の卵にしてもあれにしてもカラス使えばいいからな。けどレンジャーいないとカラス使うのすら難しいみたいなとこあるんですよね。実際カラス使うのすら難しいみたいなとこあるんで、うん、ゴーストバスターあんまもうやりたくない。ゴーストバスター実際、いやでもまあ練習が渋けら行くけど、練習が渋キャラ行くけど、練習渋くない時はもういい。流し打ちもいらない。オッケーオッケー。こっちの方が美味しい。もうやりたくない。無理に失敗したりとか、カラス使うぐらいなら置いといた方がいい。オッケー。コツも全部来てる。ここもデートでいいレベル。オッケー、デートでいいでしょう。あとは試合に変に負けるのだけはちょっと勘弁というところでね、それだけは勘弁願おうというところでやっていきましょう。そして金徳をやばいぞ、金徳ないぞこれ。金徳なしはいい、そしてチャンスコツも欲しいんだよな。よし、あ、オール A は行ったな、これ。オール A は行ったでしょ、多分。ちょっと本当に触れてる手が。ゴーストバスターか、用心警護か。まあ、ゴーストバスターだな、それだと。ただ、失敗する可能性は本当にあると思うんで、ここはなんとですね。はい、一番足りなさそうな走塁練習で、ラブパを狙うという作戦に変更で。くーるねー。今回は狙ったものが全て来るねー。なんだろうね、コナミさんも、いや、お前は毎日実況頑張ってるっつって褒めてくれてるのかな。いやー、そのレベルを疑うレベル、うん、来たー来たー来たー。いや、もうこれはもう果たし状来たー。これに勝つために今回は頑張ってきてるからな、実際。ちょ、待ってけど、手が震えとるわ。そしてね、コメント欄でもらったんですよ、果たし状の勝ち方。なんか始まった瞬間に全部押す、とりあえず。そしたら全部から出てくるから、全連から出てくるから、絶対それが効率いいですよっていうコメントもらったんで、ちょっと信じます。いや、やっぱ視聴者と一緒に作っていくもんでしょ、YouTube は。チャンネル登録者ありき。はい、どうも、アキです。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あ、これは割とガチで、チャンネル登録の方はよろしくお願いいたしますなんですけど、そうやって視聴者の皆さんと、まあ、こうやって見てくれてる人がいるから、こんだけ盛り上がる。それ、いつ YouTube?いや、ちゃんと撮れてるから、それにしても、いい感じで言ってるけど。ということで、It's YouTube! Yeah! YouTube! YouTube! 夢をつかべ、果たし状。よし、行くで。それ信じるよ。だから、あのコメントしてくれた人、本当に全部出るんだね。いっけー。本当だ、全連出た。あ、登場だけ出てないけど、登場のとこだけは登場してなかったけれども。基本全部出てた。信じてよかった。ありがとう、視聴者さん。うわ、ただ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 クソむずいぞ。ただクソむずいぞ。ただクソむずいぞ。クソむずいぞ。クソむずいぞ。
もうカラス使うか、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 カラス使うのか、俺は、カラス使うのか、俺は。まずいぞ。普通に強いぞ、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 カラス使おう、カラス使おう。いけ、おっしゃ。うわ、疲れた。今ので一気にぐっと疲れが来た。本当に、本当に疲れた、今の。もうあのクマはほっといていけそうな気がするし。お、勝てるんじゃねこれ。勝てるんでね。いや、ちょっと本当にちょっと待って。腕がおかしくなる、これは。ちょっと緊張のあまり腕がおかしくなる。さあ、コツ何だ。流し打ちバント。お、流し打ちいいじゃん。あ、バントもいいじゃん。潰せたじゃん、コツ。よっしゃ、悪くない。デートもあと1回。完璧だ。いや、マジで完璧だ、ここまで。金徳以外は。金徳はちょっと渋いけど。まあいいでしょ。オール A、オール A、もしくはオールエースまでワンチャンあるわ、これも。ちょっと待って。本当に、リアルに、リアルに、リアルに。やばい、震えてる、腕が。本当にリアルに腕が震えてる。やばい、本当に。ちょっと待ってよ、本当にちょっと一回ちょっと、こういう時はちょっと、ああ、ちょっと今、椅子は立ったんですけど、マイクの近くにはいるんで、声は入ってるかな。いやー、これ、まだ甲子園予選すら始まってなくて、この能力ってやばいぞ、相当。ただ、チャンスコツは来てないね。チャンスは割と取りたかったんだけど、まあ、どうしようか、最悪チャンス丸ぐらいだったら直取りできなくもないけど。ちょ、清本頼むわ、そこは。ちょっと待って、本当に腕が触れてるから、ここから、だって、なんだかんだ一番、どんだけ今回みたいにミッション頑張っても、試合が一番大切だから。あと、竜の卵来ないかな。竜の卵来ないかな。あと、竜の卵やったらミッション全勝ちじゃん。え、オールエースワンチャンあるかな。ほんと、特納さえ取らなければ、オールエースワンチャンあるのかな、これ。ちょ、敏捷足らない気がするな、オールエースにするには、さすがにこのデッキじゃ。ちょ、井戸端やめて、井戸端マジでやめて。井戸端だけはマジでやめて。あー。そういうことか。ゴーストバッサーに赤びっくりか。でももう勝つ自信がないんだよね、変な話。あと2週間でしょ。ゴーストバッサーとデートが残ってると。デートはあと1回絶対こなさないといけないと言ったところで、といったところで、どうしようかな。どうしようかな、ここどうしようかな、この選択肢はむずい。攻めるべきかな。でもまあデートもまだ残ってるんですよね。なんであんまりミッションばっかりもできないし。でもラブパも出てるんですけれども、さっきのタックは体力減るけど、経験点的にもやっぱこっちの方がどう考えても美味しいと。もうこれは攻めるしかないかな。けどカラスを持ってないっていうのが結構僕の中で痛手なんですけど、もう今回はもう攻めの気持ちを忘れずにいきますか。逃げても面白くないな、動画配信として。おし、もう攻めの気持ちで。さっきかなり危なかったけど、ゴーストバスター集中してたら大丈夫な気がする。まずいぞ、まずいぞ、まずいぞ、まずいぞ。オッケーオッケーオッケー。これ勝てるかな、これ勝てるかな。ああ、もう今のもう仕方ない、もう仕方ない。今のは普通に勝てなかった。もう運、やっぱ難しいよ。やっぱそれは仕方ない。でも経験点的に3美味しかったからいい。もうちょ、今のは仕方ない、もう普通に。ああ、これでーとか、ちょ、びっくりも追いたい気持ちもあるんですけど、デートが失敗するのも嫌なんで、最終週に残しといて、ここまさかのデートいけますとなってくると、さっきのは本当はかなり成功、タック言っといてもよかったレベルだったんですけど、まあ
こういう負けは仕方ない。1回ぐらいの負けはやっぱ頭に入れておかないとそこまでうまくいくはずはないんで。OK。で、金徳はとりあえず1個は捉えられないと、さすがに。金徳がないとなんかね、さすがになんかみたいなとこあると思うんですけど、オールエースもワンチャンあるし、いろいろ置いといてもいいな、現状では。もうオール A は絶対行ったと思う、これ。オール S が見えるレベルだと思うんで、ちょっと得の置いといて、最後に、まあ、取るけどね、オール S も行くのかっていうところも、千丸じゃなく、いや、ちょ待って、試合に負けるのはそして違うから、絶対。やばい、腕がめっちゃ硬い。いや、今の動きも絶対おかしいじゃん、なんか。ブル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 、結局試合に勝たないと意味ないぞ。え、ちょっと待って、猪木ちょっと怪しいぞ、今日の猪木は怪しいぞ。実際でもこいつの守備自体もうまいし、点減る確率は減ると思うんだよね。変な話、え、ちょっと猪木、今日の猪木はやばい、マジで。第9見送ってストライク、まずは見送りました。投球これから2球目。うわー、マジか、ストレート投げてこねえな。投げた、ボール、バッターよく見ました。カウントはワンボールツーストライクです。いや、もう経験値点的には大丈夫なんですけど、今日の猪木がやばいのと、僕にチャンスで回ってきてないですね。投げました、あ、おっしゃし、今のもう視聴者さんが真ん中の失投はもう全く位置とか考えずにタイミングだけ完璧に測ってれば、なんか勝手にロックオンしてくれるんで打てますよって教えてもらって、最近その視聴者さん信じた結果が今なんで、もうこれはもう僕の YouTube はもう全て視聴者さんで成り立ってるまでありますね。はい、出来立ってるってなんだ。え、ちょ待って、これオール S 本当に行くのかな。オール S あるのこれって、分からんけど。オール S とか、あ、ちょ、最終章井戸端だけやめてほしい。それ起こったらもうさすがにスマホ高速レーザー、いや、そう、さすがにしないけどしたいぐらいの気持ちに なるかもしれない。その時に任せるけど、頼むよ、井戸端やめてよ、ヘイ、井戸端やめてよ、ヘイ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 、うわぁ。悲しくて言葉、うわ、しかも練習語イベも怒んないんかい。言葉にできない、ラララララララ、うわ、しかも PSR レベル50だから多分エピローグもすげえはずなのに、うわ、こんな最後にそんな集中ある、こんなにうまくいっといて。ちょっとさすがに今のはちょっと違うでしょう。声を荒げていたい。いや、もうすでに声荒げちゃったけど。声を荒げていたい。今のはさすがに違うわ。空気読めてないわ。いや、でもあと2回連続悟りと一緒に練習したら、エピログ復活するんだよな。第9投げた、スライダーボール。うわ、でもかなりタックとかもろもろしてたんで、今の2回の練習に関しても。マジかよ。うわー、この井戸端なかったら多分びっくりするような経験点叩き出してましたよね。多分7000点余裕で超えてた。え、てかこれでもまだ7000点超えれるかもしれない、井戸端が起こってもなお。悟りが2回連続で練習に来い。とりあえずせっちゃんの評価はこれで戻ったと思うんで大丈夫で。悟りだよな、悟りを本当は置いたいレベルだったのに、悟りが来ないからな。なんで来るんだよ最後に。遠隔操作されてるまであったわ今のは。悟り、うわダメだ。もうこれで悟りのエピローグがマックスじゃないことが確定してしまった。うわ、マジかよー。しかももうパワーいらないよー。まあ、オール A は行くか。けど、オール S はちょっと今のもろもろで無理になりましたね。くっ
そ、今の一件で無理になっちゃった。オールエス、くーくっそー、あの井戸端さえなければ俺はオールビ、オールエスが、オールエスの夢が、くっそ。でやったら試合がうまいこと打てるな、こういう時に限って。いやタイトルとかサムネどうやって作ろう、なんて書けばいいんだこういう時は。まあ天才の入部届しようっていうのを書くとして、あと PSR ひかみレベル50っていうのもぜひ見てもらいたいから書くとして。あーいかん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 、もう一打席、もう一打席、もう一打席来ない。あ、大丈夫かな、ちょ一瞬気緩めてしまった、もう終わったことを考えていた。あ、大丈夫、経験点マックス。さあ最後、悟りって一回も追わないで大丈夫なのこの場合って。あーでも一回も練習に来てないから、もう追う追わないじゃなかったわ。井戸端が怒ってから一回も練習に来なかった。うわーマジであの井戸端、なんで7月4週に来るかな、もう無理じゃん7月4週に来られると。そしてチャンスコツも来ませんでしたね。まあ直撮りで丸ぐらいにはするかチャンスを。まあただオール A は行ったでしょ、もう守備だけ B で、もうこれ確定で行った。エピローグだけで守備が多分、ああもう確定で押しちゃ、とりあえず夢達成で、夢達成。まあ盆栽オール A もそのうちできそうだし、とりあえず一回夢達成で、まあちょっとここは一回集中していこう。第9、えボール球なの今の、ちょっとちょっとやばい、いいよ集中していこう。いややばい、ちょっとちょっとセーフになって、やばい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 、ちょっと集中力が一気にアディオスしてる。ちょっと待って本当に、がそれはストライクなの、難しいわちょっと。もう一打席、絶対もう一打席来て、お願いお願いお願い、本当頼む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 、ちょ頼む、え第9投げた、もうここはよく選びました。バーサランナーをチラッと見て投げた、よし、とりあえずこっちに火はないことにしたい、全部頑張って。おい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 、それはさすがに違うて、9点取られるのは。 30×4 のこれ本当は98まで伸びるんで、実際 31×4 の124経験ってもったいないのと、エピローグでこれが倍になるんで、52×4 の208に120いくらってことは、まあ330ぐらい上がる、これに。まだうわー、まあまあ強い選手できたけどね、これに330ぐらい上がったら6900ぐらいか。まあ6590、キンキン二股の、まあ、今回 PSR50 をねありがたいことにお借りできたので、まあ正直最後のまずかった分と、まあ大吉引いてるんでね、あとまずかった分を良かった分でちょうど相殺してますね、キンキン二股のアベレージで。あとはまあ PSR レベル50のフレンドさんのおかげでなんとか相殺できたという感じで、まあいいでしょう、いいでしょう、アベレージ普段のアベレージぐらい取れれば問題ないです。でオール S はとりあえず、はいはい、オール A 確定と。でオール S は無理ですね、どう見てももうこの段階で無理なことが分かったので諦めますと。とりあえずオール A、 いや夢はオール A って言って初めてね、ついにオール A 行けたので、はい非常に嬉しいですと。あとは取りたいやつを全部取って、チャンス1回取って、チャンス取るともう何も取れなくなるな、でもまあいいか、だって取らなくても何も取れないみたいなところ、あだけど流し打ち取れるんだ、じゃあ取りたい。
まあ、ちょっとチャンスないっていうのは渋いんですけど、まあいいでしょう。でまあ代打もこれはもう他に取るやつがないんで取るっていうだけで、今の取り方は別に査定とかではなく、まあ将来的にもしかしたらこういう外野の打てる守れるを一つベンチに置きたいって思った時にちょうどいい感じだと思うんで、代打も取りましょう。他に取るものが全くないので、もうはい、まあちょっとチャンスが取れなかったのは残念なのと、バントも本当は割と取りたいところではあるんですけれども、そしたらいい2番なんだけどな、バント取ると。でももう他に捨てるものもないのでこれでいいでしょう。なんでエピローグがマックスてか、エピローグがマックスというか試合に勝っていれば、あとこれにバント職人がつけれたかなというところですね。でエピローグがマックスだったら守備なり肩なりをもうワンランク上げれましたねというところで、まあいいかな。 A に S2 つ、オール A に S2 つで金徳も持ってる。一応ピッチャー能力も上げる、もう上げるもんがない。はい、いいでしょう。天才の入部届、こういう形に終わりました。オール A、パワー S、補給 S、 そして体当たりと積極守備がついて守備職人、レーザービームまでついて阿部比、パワー比、広角、流し打ちと、まあかなりミッションはうまくいきました。正直はい、ミッションうまくいって、まあちょっとやはり井戸端と試合に負けたことだけが残念でしたけど、大吉引いたりとかその他良かった点があったので、天才の選手としては成功と言っていいのではないでしょうか。そして夢が叶いました。はい、これからはね、まあ盆栽オール A も多分できると思うんで、いずれは盆栽オール A っていうね、次の夢に向かって頑張っていきたいと思います。いやー、ということで、まあちょっと査定こいつ多分良くないと思うんですけれども、査定じゃなくて、査定じゃなくて実能力でっていうのをずっとやってきてるんで、こいつは気迫もヘッド持ってて非常に多分査定は高いと思うんですけど、ずっとね僕は査定じゃなく実能力っていうことでやってきたので、実能力的にこっちの方が高いんでね、こっちに変えさせていただきます。はい、実能力素晴らしいでしょこいつ、間違いなく。でこいつをライトにしようかな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方ぜひともよろしくお願いいたします。ちなみにね、天才の入部届まだ結構最初見せた通り結構枚数あるんで、早いうちにピッチャーとかでまた使おうかなと思います。はい、ピッチャーって使うの結構闇だと思うんですけどね、野手はまあ自走車にかかってるみたいなところあるんですけど、ピッチャーは不確定要素が多すぎるところあるんでとは思うんですけど、またこうやってね盛り上がる動画撮っていきたいと思いますので、本当にぜひともチャンネル登録の方だけはよろしくお願いいたします。はい、それではまた、この後はね概要欄にありますいろいろの再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。次回の天才の入部届動画もお楽しみにしておいてください。アディオス。